おそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。50秒スピードもやります。鬼畜、だだクリア率は 1%。まあ、なんとかなりそうな雰囲気ですよね。初めて作ったコースなんだそうですね。なるほどね。うん。参りましょう。おう、目指し、上から落としていくスタイルか。うわ、なんか、昔あったな、こんなスピランやったな。思い出すな。風変わりスピランって言ったかな、それは。すげえ苦労した記憶があるわ。あれを思い出す。あ、これはキノコ状態で来なきゃいけなかったんですね。まずいんじゃね、これ、まずいんじゃね。これ持ってくやつだったんじゃない、バネをさ、持っていくやつだったんじゃねえの、なんかそんな気する。叩く、叩く、叩く。うえ、スピン。多分その上のとこに出てくる。うん、オッケー。詰まった。詰まった、詰まった。ドカン。残り12秒。ジャンプして。うん。これはこっちだね、多分ね。はい。あ、怖っ。はい、はい、はい。スピン、いいタイミング。スピン、いやいや、じゃあ時間、え？あ、そっか。バネのとこでだいぶ。残り結局6秒しかねえ。3秒、2秒、1秒。時間がねえ。7秒、6、5、4、3、2、1。入ってゴールでお願いします。ごっつぁんです。さあ参りましょう。1月21日にいただいたコース。難しいかつ新技。1画面。スマブラ顔負け、決めろ、必殺の2段ジャンプ。あ、俺は知ってるかもしれないぞ、これ。そう、これジャンプできるんだよ。壁に当たった後な、どうにかするとジャンプできるんだよね、これね。そう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 、今のさ、キュッて止まるじゃん。そのタイミングで多分ジャンプできる。きた！きた！もう一回できるかな？スピランの中盤とか終盤とかにこれを入れてくるわけよ。これはきついよね。それを入れられたらさ。これは練習すれば上手くなるのかな？どうなんだろうな。さあ参りましょう。1月30日にいただいたコースです。あるコースの再現プラスアレンジだそうですね。最終兵器シリーズ F ランド回。参りましょう。うおっと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 、危ねえ。死ぬね。死ぬね。あ、死ぬね、これね。ここで行かないと死ぬ。うわ、ちょい！これでどう？オッケー、上に逃げる。そして。危ねえ。よいしょ。これが一番楽かつ安全なルートだと思う。大丈夫。おお、ドカンだ。3分の1中間ください。まだか。うわ、よいしょ。はい。うわー、久々にミッシーも聞いたわ。いや、そんなことないか。多分聞いてたんだけど気に留めてなかっただけかな。何か来んじゃねえの？来ねえの？ジョイ！はぁ？これでいいわけですね。あとは P が消えたら上からドッスンが来るよね、これね。気をつけて。はい、オッケー。あ、入れましたね。とりあえずじゃあ入っときますか。ん？あ、いいのか。じゃあこれで行きましょうか。これ救出可能？あ、可能だね。だとすれば。ファイヤー取っていった方が楽だよね。ファイヤーどっかねえかな。オッケー。ブロスさんはね、邪魔だから処理ですね。はいはいはい。オッケー。やべ、あぶねえ、赤キラー。オッケー。こいつ持ってけねえかな。オッケー、持ってきた。狙い通り。よいしょ。よいしょ。よし。本来ならこの青ドクロに乗るやつだったのか。はい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 、はい。一応このまま行きます。これは多分裏ルートですね。あ、勝ったわ。勝ち申した。投稿者も、仰天のクリア法を、クリア法で今クリアしました。オッケー。これでもオッケー。さあ参りましょう。1月30日にいただいたコースです。
新技なのかバグなのかわか、違う、新技のコースなのかわかんない。ん？待って待って。新技のコースなのかわかん、ん？まあいいか。とりあえずやりましょう。バグも入ってるらしいですね。パウブロック。ん？ポムブロック？パウブロックですね。パウのことですね、多分ね。ん？重い。これは何をさせたいのかな？あ、ピージョンか。オッケー。あん？どういうこっちゃ。わかんねえ。動画見てるかな？もし見てくれていましたら、何を伝えたかったのかをぜひ教えていただきたいなと思います。じゃあこれ行きましょうか。なんかすごいね。ゲンガーみたいなのが真ん中にいますね。アースバウンド？スリード？ 12IC リミックス。ネスかな？俺はネスは全然わかんないや。スマブラで使ったことがあるくらい。よいしょ。マザーシリーズだったよね、確かね。もうピークやサンダーのイメージしかないわ、俺は。あと、下蹴りな。やたら強かった記憶があるわ。はい。はい。下、はい。やっぱアクション系ではあるんですね、コースのね。設定、中身が。入りますよ。赤コイン4枚、なんか1枚取り逃してる説。これは？はい。はい。え？あ、踏むのか。むずいな。もう一回。よいしょー。鍵ゲット。チョロップ落ちす。もう一個鍵ある。取られた！ついに取られてしまった。ここに入ってく、出てくるのか。なるほどね。もう一回やり直し？よいしょ。今度はもう、あんまり調子乗れないぞ。取られちゃったからね。補給させてくんないかな。どっかに補給ポイントないかな。パウ？あー。そっか。こんな感じ？とりあえずこっち来てみた。鍵ありますよね。ほっ。スター欲しいな。スター欲しいな。こいつ踏むことで何か変わるか？あ、右に行けるようになるのかな？だいぶ世界観が変わりますね。あ、ここ行ける。よし、間に合った。土管に入りまして。踏みまして。逆ベルとか、赤コインありますね。よいしょ、むず。あー、捕らえたか。うん、怖え。これ、鍵ゲットしてるけど、でも出てるだろう。どうしろっつうのよ。よいしょ。補給させてくんねえかな。オッケー、ただいま。これはどこだ？今自分がどこにいるかわかんねえよ。あれでもゴールできたよ。いいのか？鍵とか全く使わなかったけど。さあ参りましょう。1月31日にいただいたコースで、その日かな、おとといかな、その30日か31日に飛行延長、マリオ3の飛行延長の動画を出したんですね。そのアクションコース作っていただきましたんで、遊んでいきたいと思います。簡単にクリアできるはず。ハードル上げんのやめてくれる？本当に。勘弁してくれません？よいしょ。お、延長開始。じゃあ上。むずい。
が速攻取られた。上が正解だった。よし。ああ、むずい。ほんと飛行延長むずい。いや、マリオ3のさ、この飛ぶやつやたらむずくね。なんなのこの難しさ。ああ、しまった。ぐーちょっと。耐えろ。強引に突破だ。さあ、おら。さあ参りましょう。3月20日にいただいた壁キックコースです。以前ルート900秒スピンを送ってくださった方ですね。いやーありがとうございます。あの動画めっちゃ伸びたんであ、でもなんか別のアカウントなのかな、あるいは消したのか、なくなっちゃってはいますね。さあじゃあ参りましょう。壁キック重視の洞窟です。ほとんどの場所で壁キックを使う、そこそこな難易度だそうですね。じゃあ参りましょう。いざ尋常に。あ、出た。これ壁キック難しいんだよね、片方側のやつ。指が痛くなる。まず赤コインを取って、あぶね。よし。うわ、あぶね。峠あった。あ、流れでいくやつだ。あぶね。セーフ。気づいてよかった。まだ赤コイン1枚しかゲットしてないですけど、大丈夫ですか？取り逃してない？どういく？これ。こうかな。よし。先の情報をしっかり覗いてから行きましょう。OK。これ当たらないよね、言うて一方通行あればさ。わー！中間ゲットー。ターン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 、あっぶね。わーい。この隙間に入りたいんだけど、むずい。あ、こういって欲しかったのか。多分そうだ。うん、さっきのもでっかい状態でいけましたね。一回乗るのね。はい。うん、ここも行って大丈夫そう。はい。お、まだ全然ゲットできてないけど大丈夫かこれ。はあ、やめようよそういうのは。オッケー。まだ赤コイン3枚しかゲットできてないですけどね。ん？これは食らっちゃっていいのかな？それとも、一応いけるんで、こっちで。あー、あれがあるで、ゴールがありましたね。え？あ、なんかある。あ、ボムヘコ。うん、これで赤コイン4枚目ゲット。キックー。待ち時間か。あぶね、あぶね、セーフ。右のドアに多分繋がってくるよね。うぅ、ちげえのかよ。あぶね。はい、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 はい。はい、はい。ああ。あ、取れた、全然取れた。はい、ドア。で、ここに来るのか。はい。うわ、あぶね。これはどうしようか。いや、どうしようも何も、ここ行くしかねえじゃん。OK。で、でかくなって。あれ？あ、ん？わーってなって、ここで、ヒップで壊して、こうだ。OK。デブロスが出てくるね。届く。あれがない。赤コインがやっぱ届いてなかった。あ、いや、あったわ。むずいじゃん何これ、急に難易度高くなりすぎでしょこれ。あ、ブラックパックン運んでってくれないこれ。イエーイ、やったね。よいしょ。で、土管に入って、ゴール。
最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。